入りました。はい、こんばんは、なんかこんにちはなんかわからへん時間ですね。まあわかんないですね。はい、こんにちは、ひらがなの山下りあです。今チラシ配ってるゆりかはんと一緒に歌ってきたんですけど、歌舞伎町ストリート、一旦このターンで終わりって感じになると思います。まあでもちょっと別のところでまた夜歌いたいなと思ってるので、はい、よかったら、はい、また あと明日も路上ライブする予定です。そして12日、ゆりかさんはなんかストリートするみたいなんですけど、私はちょっと昼から下北沢ラグーナっていうところでライブがあったりとかする3日間です。歌いまくる、今日から3日間歌いまくる感じです。よかったらどっかで会いに来てもらえたら嬉しいなと思います。どうしようかな、1曲カバーするのもったいないな、自分の曲やるわ。楽しいやつがいいよね。よし、正月奇跡的に太らなかったんですよで、それはなぜなら風邪ひいたからなんですけど、それで結構食欲減って、やっと痩せたわーと思ってたんですけど、また食欲復活して今だんだんパンパンになってきたので、ちょっと自分に価値入れるためにもダイエットの歌ってきてくれています。もうすぐ夏はそこまで来てるのに、ちょっとね、何やだっけ、待って、迎えります。もうすぐ夏はそこまで来てるのに、理想に近づけないバリ泣くな baby don't stop、 完食はやめておこう、変わらない、痛い渋滞は大気でもここで諦めたら終わり、 I can believe in yourself、 自分に負けない、ちなほら身をさまくのがとてもつらいから、今すぐ家に帰ってしばらくの間部屋にこもってていいですか、うちがねその誘惑に思い体振るい立てて、高鳴る鼓動はより速くなってく、走ってるからだってまだ終わりじゃない、ありやまる自分使ってみたりしようかな、暴力も見られず作りは運動、一食も置き換えれない、退職は外せない、食欲は増してばかり、ジム通いにもチャレンジ、運動してよけい、遅いか軽く吹くこの戦いの末見事敗北、埋める体重チーターはうまくいかない、貫けその信念はやがて大きな海を結ぶ、焦る衝動はより強くなってく、負けないでいたとてまだ終わりじゃない、限界は超えてゆくのさ、ミニスカートからスラッと伸びた美脚は歌ってる曲はダイエットの歌っていう曲で、5年くらい前かな、ミュージックビデオを出しまして、そこでいろんなダイエットを、その時に流行ってたダイエットやったりとかしてます。ミュージックビデオぜひ見てください、よろしく。打ち勝てその誘惑に思い体奮い立てて、高鳴る鼓動はより速くなってく、走ってるからだってまだ終わりじゃない、たるんだ思考を止め
した。聞いてくれてありがとうございます。ひらがなで山下里奈です。なんでか知らんけど私の代表曲となっている歌でした。ネタソングなんですけどね、みんながちょっとでも走りたいなっていう気持ちになってくれたら嬉しいなとか思いながら、物販タイム一緒にコラボしようかな。ゆりかはんと、ゆりかはんっていうあれみたいな、ゆりかと一緒にあのコラボします。ね、歌う？は、どうしよう、何歌おう。怪獣？怪獣歌う？怪獣、一緒なんです。怪獣歌おうか。ちょっと歌詞見た。歌詞見ます。あの、私たち2人とも関西勢でですね、東京には月1ぐらいかな、平均。この人めっちゃ来てるかもしれないですけど、はい、あの来たりしてます。東京の人にも知っていただきたくて、はい、歌いに来てるんで、よかったら仲良くしてください。よろしくお願いします。いやでもいいね、ちょっとこれからも歌いたい、ね、やりたいですね。歌舞伎町ストリートやりたいです、はい、歌いに来ようかなと思ってます、うん、他のところでもちょっとこの数日間歌いますので、よかったら、はい、この後も、はい、この後もね、はい、ちょっと出るんかな。大きい声では言えない。あ、ほんまやな、大きい声では言えないよのかな、わかんない、わかんない、まあいっか。よし、やる。はい、じゃあ怪獣の花歌最後お届けして、あとね、3つで G で弾いてる。
とうございます。ゆりかさんの物販よかったらやっといてください。私あと1曲撮って、はい、まあ時間あったらコラボする。おー、どうなんやろな、コラボ無理かな、無理な気がしてきました。じゃあ第1曲歌わせてもらいます。ありがとう。自分の曲歌います。なんか急いでる人いたら、はい、ありがとうございます。めっちゃ汚いな、びっくりするべきじゃないですか。チェキある。今日のチェキもあるし、ランチェキもある。チェキチェキチェキ。あ、関西から来ました、ひらがなで山下りなって言います。ほとんどの人はもう覚えてくれたかなって思っている次第です。よし、じゃあラスト1曲何、ちょっとサクッと終わろうかな。サクッとあと終わりにしたいと思います。年末、去年の年末に新しい、ミニアルバム、弾き語りのミニアルバム出したんですけど、その中から1曲、サクッと終わる 歌って終わりにします。そうですね、最近ちょっとついてないことが多くて、いろいろね、最近だともうギターがもうボロボロになってたりとか、マイクなくしたりとか、今年に入ってすごくついてないことが多くて、なんでやろうって考えたらですね、私今年大作会プラス麻薬のダブルパンチでした。なので全部今年嫌なことが起こったら大作会のせいにしてやろうと思って、変えた曲を最後に歌います。大作会。でパックスの入ったポーチとかがこうばっかり財布にギターレトセブは不注意なんて言わないで、自分のせいじゃんて言わないで、あれもそれもどれもどこもかしこも何もかも全部全部大作会のせいにして、大作会のせいにして、大作会のせいにして、どうしよう困っちゃう迷っちゃう、特段朝に弱くなっちゃって、起きれない起きれない起きれない、何度目かのスムーズで響き渡る、駆け込むはずだった電車、これに乗れなきゃ間に合わないな、そんな時に限って見合わせたよ遅延する、あなただった、大世界のせいにして、大世界のせいにして、大世界のせいにして、大世界大世界大世界、大切なものも人も離れて、落とし物はなくしまわりなんて、時間に余裕を見たって間に合わない仕掛けになってる、恋は間違いなく大作会のせいにして、大作会のせいにして、大作会めっちゃ都合え、何でも罪をなすりつけれる、大作会のせいにして、ラジオライブでね、大作会連呼するのは私ぐらいかなと思いますので、大作会の女と覚えててくれた嬉しいなと思います。聞いてくれて今日は本当にありがとうございました。ゆりかと山下りなでした。物販で待ってます。ありがとう。投げ銭も嬉しいぞ。